はい、勝目先生です。昨日また名古屋へ出張カウンセリングに行ってきたで。今回日帰りでバタバタして行ってきたんで、うっかり写真を撮るのを忘れてきた。まあ最後に新幹線に乗って食べたヤバトンの味噌カツ弁当だけ写真撮ったんで、明日はイラストを用いて解説したいと思うで。3名の方をカウンセリングしたんやけどな。今回、3名中2名をピックアップしてご紹介するで。まず1人目は20代前半女性。主訴は多汗症。幼少の頃から周りと比べて突出して汗をかいてたみたいで、本人が自覚したのは中学生の頃から。スポーツをした後は頭から滝のように汗が流れ出てくるから、周りから大丈夫とか言われたりするってな。アレルギー体質で蓄膿症もあると。血圧は低くて非常に疲れやすい。肩こりはひどくて両肩が凝るということ。肌色は色白がベースとなっていて、若干黄色みがかっているという感じだったな。考察していくと、このような問診から卑怯症、廃墟症っていうのが分かってくる。汗をかくっていうのは新陳代謝をしてるわけやから、決して悪いわけやないんやで。汗が出るメカニズムを少し言えば、内臓の方でエネルギーが作られ、そのエネルギーは上昇に運ばれて、汗腺からそのエネルギーを放出させていく。それは汗と同時に出ていくわけやけど、エネルギーを放出させていくときは汗腺が広がり、エネルギーを出してはいけないときは汗腺を閉じるんやな。ただ肺の働きがしっかりしていないと、この汗腺が必要な時に閉じたり必要な時に開いたりしないようになるんやな。そうすることによって汗腺が開きすぎるイコール汗が大量に出てしまうということになるんやで。もう一つはな、陰陽の交流ができていないがために上昇に陽気がとどまってしまうということがあるんやな。心臓は体の臓器の中で最も陽気が多いところ、腎臓は臓器の中で一番陰気が多いところとされてるんやな。この陰気が上昇に上ることによって陽気が下に降りてくると、これが陰陽の交流というわけやねんけど、これを円滑に行うためには火の働き、つまり消化器の働きがしっかりしてないとうまくいかないんやな。円滑に行われないと熱成分の陽気は上にたまり、陰性である冷えは下半身にばかり集まってしまって冷えのぼせというような状態が起こってくるんやで。この火と肺の働きを一遍に良くさせるのが奥義研中湯という漢方薬やな。なのでこの方には奥義研中湯をおすすめしたいんで。次はアトピー性皮膚炎、30代前半の男性の方で、前回参加していただいて今回2回目っていうことになる。赤ちゃんの頃からずっとアトピー性皮膚炎を患っている方が漢方薬でどのように変化していくのかということを報告するのですが、この方の症例の1回目は、前回の動画をね、見ていただいたらと思うで。ストレス、運動していない、不眠、便秘なんかで症状が悪化するということだよな。初診時は皮膚はガサガサしていてグワッとしてる、赤みがあって湿疹も
多発していたっていう状態やな。それが1ヶ月するとこのように赤みが減少して肌質も柔らかく変化してきた。湿疹もほとんど出ていないという状態やな。その他かゆみが軽減して傷が減っているということと、睡眠の入眠が良くなって寝起き気分が良いということ、そしてゲップが減っている、おしっこの回数も量も増えている、まあ書いていないので出血もほとんどしないっていうような形で順調に推移しているっていう感じです。血流を良くさせるために飲んでた四川風気功、そしてまあ不眠のためにまあ自律神経を整えるという意味合いで飲んでいただいてた防遊館は、もうストップし、新たに立訓止湯という漢方薬で根本治療を目指すということになったで。食養生も頑張ってくれてるみたいから、今後の展開が非常に楽しみやね。最後までご覧いただきありがとうございます。コツメチャンネルでは定期的に動画をアップし、毎週他では聞けないオリジナルの情報をお届けいたします。ぜひチャンネル登録をお願いします。それではあなたの元気をコツメ先生は応援しています。今日も元気に、明日も健やかに。ありがとうございました。